柴田にパイルドライバーかけた。古すぎるわ。よくそんな話覚えてんな。俺さ、配信で載っけてなかったはずなんだけどさ、俺昔さ、こんな話もしたことあるけどさ、野田と俺とタッグ組んでプロレス会場行ったのね。柴田から、まだ柴田と仲良かった頃に、横浜の某ね、柴田の通ってるジムで、その、プロレスに出てくる星って言われてさ、ほんで野田とタッグを組んで、出場してさ、その時に、あいつがさ、その、一切手加減せずにさ、俺をさ、抱え上げて、普通にパイルドライバー決めやがったんだよ、頭から。頭からガツンと落としてさ、俺、動けなくなっちゃってさ、その後に。で、ずーっと頭が打撲してさ、首思い切り痛めたのね。こう、頭からパイルドライバーっていう技は、これが人間の頭だとする。これを逆向きにして、頭からズトンって突き落とすんだけど、受け身なんか取れないじゃん、素人だから。ほんで、頭の、ね、受けて、ここの首のさ、今でも痛いんだけど、もう治ったかな？捻挫しちゃってさ、あれ、マジ死ぬかと思ったやん。ハゲた、死ぬかと思いました。やり返しでだって鍛えてないんだもん。そんな時代もありましたよ、ね、懐かしい時代です。